そうですね、今から撮影始めますね。それではやっていきます。ヘイブラザーのシスター、ウェルカムトゥヨークソー。クラフトボスアイスバニララテ。味はまあまあ普通です。ありがとうございます。イエース。ちょっと今回なんとですね、一日密着を受けておりまして、後ろにね、一日密着のスタッフさんいるんですけども、ちょっとね、特殊な環境の中で今回はトラウマ動画やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。それではやっていきましょうか。第45回小さい頃トラウマだった動物選手権、ブブ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 ブということで、ついに第45回でございます。四股会ですね、四股会。いやらしい四股じゃないですよ。決してね、いやらしい意味の四股ではないので、そこは勘違いしないでください。やめてください。そういうエッチな妄想を膨らませると、僕まで興奮するのでやめてください。ってことで、今回も皆さんからいただいたドラマ動画、見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー!サンディエゴ。まず一本目はこちら。学校の幽霊。呪われた夏合宿。夏合宿ですよ。いきまーす。スタート!アッパポポ!オッケー!神奈川県 S 女子高等学校。1989年夏。めっちゃ昔やん。あー、バスケね。あー、いいね。いいですね。あー、ナイスシュー。今日の練習はここまで。夜遅くなったから、すぐに整理体操して、片付け。整理体操?そんなエッチな体操あるんか。ありがとうございました。いやらしい先生やな。絶対犯罪するよ、あの先生。ママ、ちゃんとビデオ録画したかな?かわいい。疲れた。だいたいみんな合宿の1日目から張り切りすぎだと思わない？なんか聞いたことある声だ。そうよね。あごー、超ビビった。超ビビった。きっと先輩たちのいたずらよ。さ、早いとこみんなのとこ行こう。かわいい、かわいい。絵柄がね、前回見た赤い目っていう学校の幽霊の作品と一緒の絵柄ですね。だから可愛いんですよね。なんなの?猫よ。やっぱり学校なんて夜来るところじゃないよ。間違いね。知ってる?去年キャプテンと今井先輩が見たんだって。何を?幽霊に決まってんじゃない。 Oh my god。 私こういう話。ちょっと良くないよ。待って待って待って、なんか落としなかった？あ、早くみんなとこ行こう。あ、待って。怖いですね。あ、あ、花園や、花園や、花園。最高やんけ。去年幽霊を見たって本当ですか？嘘ですよね。何？あ、キャプテン。どんな？この学校、昔は病院だったの。ああ！終わった終わった終わった。血まみれの霊とか、腕がないとか。私が見たのは、看護婦さんのだった。看護婦さん。看護婦さん。嫌だな。怖いね。痛くなってきちゃった。うわぁ、もう絶対俺だったら漏らす。何よ。起こさないでよ、カンナ。トイレ行こう。もう行きたくない。お願い、一緒に行って。怖くて一人で行けないの。あー、しょうがないな。しょうがないな。かわいいな。待っててよ。怖いな。いる、いるんでしょうね。絶対いてよ、ジーコ。ジーコ。あ、かわいい。おまたー。おまただって最高。ねえ、こいつが歌ってるんか。みんな歌歌わないで。どんなのがいいの？もう、ジーコのスカンチン。スカンチン、よう聞かんぞ、スカンチンなんて。聞いた？聞こえた。スカンチン、俺も使いてえな。車椅子屋でスカンチン。来たー。かう、あー。いや、車椅子持って追いかけるのは怖いって、スカンチン。オーマイゴー。もうひどいな今の。まあまあまあ普通通り抜けるよね。うわー、来た。早っ。音速や、音速。ちょっと待って、ちょっと、怖っ。これは怖いわ。うわー、怖っ。鳥肌立つな。どうしたの？何があったの？ボロボロや。めっちゃボロボロや。いや、怖い怖い怖い。怖
怖すぎやろ、スカンチン。一匹だけならまだしもね。病院っていうフィールド魔法がかけられたことにより、お医者さんもいれば患者さんもいてね、もう地獄でしたね、今のは。次行きましょう。走る鳥敵、四股会なので、四股にちなんで、お相撲さんの出てくる動画見ていきます。スタート。こう、お相撲さんから逃げてるんですよ。ちょっとお相撲さんのね、悪口言っちゃった男二人が、打ち切れたお相撲さんに追いかけられてるんですけど。うお、スコップ怖いな。おお、お相撲さん来た。バトル、バトル、戦いだ。いけー。うお、効かない、強い。うわ、強そう。全然効かんやん。マジで効かんやん。硬っ。あ、一発食らったね。上がっとるやん。怖っ怖っ怖っ。無理だ。あー、血はでも垂れてる。いやもう無理だって。ぶち怒ってんじゃん。そりゃそうだ。え、張り手突っ張りしだした。どういうこと。ちょっと、いつまでも付き歩いてんの。さっさと帰ってきなさい。こいつにもね、心配ばっくりかけてごめんだ。嫁がいるんだったらな、生きなきゃダメだよな。帰るか、すぐに。もう死亡フラグビンビンやん。ここまでフラグビンビンに立てるやつもなかなかいないけど。おっと、発見体験大好きしまじろう、見つかった。いや、これは、あ、だよね。なんそれ、嫁はんと子供、普通に太っとるやんけ。続いて、ウイルス映像。パソコンがウイルスに感染した映像。はははは。いやー、ウイルスはね、良くないんすよ。パソコンのウイルスもダメだし、最近流行りのウイルスもね、クソだしね。シュガー。表計算ソフトのエクセルを使用しているときに発病するウイルスです。はぁはぁはぁ、エクセルね。まあ、さらにその、あー、なるほど。マジストラ、名前かっこいいん。ファイルが突然逃げ出してしまってですね、クリックできなくなってしまう。あら、まあ、カスケード、名前がいちいちあれだよな。ワンピースのキャラでいそうな名前。ハードディスクの保護を初期化して全部なくしてしまいます。ゴースト、ちょっと気の弱い方は。え、何、一見普通のパソコン画面なんですが。はいはいはい。え、通称サダコウイルスだって。え、すげえ。皆さんもウイルスには気をつけてください。ということで、今回ここら辺で終わりたいと思います。45回が終わったということは、続いては46回、そうです、シム回です。いや、シム回は楽しみすぎるね。シム回ってことはもうずっとシムの曲流してればいいって話でしょ。皆さんからね、リクエストいただいたトラウマ、まだまだどんどん見ていきたいと思いますので、ツイッターの方で皆さんのリクエスト募集してるので、よろしければツイッターのフォロー、一応本アカとサブアカの2つあるので、お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。